突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは消滅しながらかな。昨日は夕方4時から佐藤大輔映像の佐藤大輔さんのインスタライブが始まりまして、何事かと思いましたら堀口恭司選手の帰国を成田空港で待ち構えるというもので、佐藤大輔さんが登場した堀口恭司選手に対して疲れた?と聞くと、堀口恭司選手はいや全然全然と、佐藤大輔さんは出稼ぎに参りましたと言うと、堀口恭司選手それにもいや全然全然、佐藤大輔さん何しに来たの?堀口恭司選手試合っすよ、そんなカメラ向けてるけど周りみんなあの人誰ってなってますよ、佐藤大輔さんそんなことないよ、堀口ですよ、堀口恭司ですよ、堀口恭司選手やめてくださいと、そして続けて榊原さん怒ってるからあれじゃないんですか、ダメなんじゃないですか、ハワイ行かないとか言ってるし、それでバラさん怒ってるんですよ、佐藤大輔さんが恭司がハワイ来なかったからってこと?と聞くと、堀口恭司選手は、そうそうそう、そういうこと。なかなか聞けないんすよね。超キンキンでしたからね。と、佐藤大輔さんは、俺は運よく、ワクチンは打ってるんだけども、ワクチンの接種証明が取れずに行かずに済んだんだよ。と言うと、堀口恭司選手は、行かなくていいんじゃないですか?あんなもん。行かなくていいんじゃないですか?と、完全にこれ、雷神ハイスクールでしたね。榊原校長先生のいない裏で的な。佐藤大輔さんはここで我に返り、そういう不用意な発言はやめてくださいと言って、堀口恭司選手はいつものようにガハハ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 と笑った後、でもまあピーってやっとけばいいんじゃないですかと、そして佐藤大輔さんが、堀口さん聞くところによると毎月コロナになってますよねと言うと、堀口恭司選手はなってないですよ、だって自分も打ってますもん、3回は打ってないですけどと、ワクチン2回は接種したようですと、はい以上になりまして、これがライジンハイスクールの先輩と後輩のやり取りになりますね。映像研究部部長と空手部のエースとでも言いましょうか。でもこれは呼ぶ校長先生に来ない生徒と、生徒が大変なのか榊原校長先生が大変なのかどっちなんでしょうかね。でも榊原校長先生ハワイに来なかったことには怒っていたようです。あの記者会見の場に朝倉未来選手、萩原恭平選手、平本蓮選手、鈴木千尋選手で、堀口恭司選手とメイウェザー選手とかめちゃ見たかったですけどね。続きましてこちら朝倉海選手の YouTube からで、お兄様はメイウェザーに勝てるのかというタイトルで出してくれておりまして、ちょっとしたこんな裏話を、朝倉海選手メイウェザー選手のジムで若手とボクシングスパーしましたよね。その後メイウェザー選手が2週間後にドバイでのエキシビションマッチが決まっていたので、俺も自分で用意した相手、同じ階級の世界チャンピオンとおっしゃっておりましたが、元とか言ってなかったね、世界チャンピオンとおっしゃってましたね、とスパーをやるということになり、カメラ禁止ということでそこはチェックされ、カメラはみんな机などに置きまして6ラウンドぐらいバチバチでやったらしいんですが、マジで1回も当てさせてなかったと言っておりました。で、一方的にメイウェザー選手の方は当て、練習なのに挑発までして規制を発しながらダウン寸前まで追い込んでいたそうです。近くで見ててもなんで当たんないのというぐらい謎で、しかも全く息が上がっておらず、そのままペチャペチャ喋った後ミット打ちが始まり、20分ぐらい休憩せず続けてパパパッとやってパッと帰っていった。45歳でスタミナどうなってんの、この人には年齢で衰えるとか当てはまんねえなと、間近で強さを見せつけられた。それを踏まえて言うと、かなり今回の勝負お兄様が勝つのは厳しいと思うと。クリーンヒットもなかなか厳しい、でも兄貴変則的で、さらに総合格闘技の中でも変則的、ミット打ち見てるとそう思わないかもしれないけど、対面すると本当にパンチが見にくい、なのでそれだったら当たる可能性があると思う、それに他の人と違う発想と分析力もある、俺と堀口恭司選手の時も兄貴の助言で誰もできないと言われていたパンチを当てたし、それに持ってる男なので信じてる、勝敗的にも兄貴が勝つと思いますということでした。はい、メイウェザー選手やっぱりなんですが、青木真也選手が言うところのただの面白おじさん大集合ではなく、ほとほとガチ強みたいです。だから結局盛り上げるのもガチも両方できるからすごいんですよね。そしてこちらは平本蓮選手、浩二選手とジジ選手の対戦カード発表を受けて、
じゃあもうこれでよくね的に今話題の2人、坂本勇人選手と香川照之さんの2人の対戦発表、ライジンがいつもツイートをしてる風なやつ、ちゃんとしたやつ、ザ・バトルキャッツプレゼンツスーパーライジン追加対戦カード、香川照之 VS 坂本勇人、9月25日日曜日12時開始、埼玉スーパーアリーナというものを平本蓮選手が作ったのかどっかから拾ってきたのか分かりませんがツイートしまして、まあここのコメント欄はいい意味のもちろん地獄でして、ケツピー確定で溢れておりまして、あとさすがにペーパービュー買うわとかね。でその後さらにですね、意外に僕オタの香川照之が勝つんじゃないかな、フィジカルで負けてるけどとツイートし、一般の方が若干坂本選手有利じゃないですかね、香川選手はボクシング知識は豊富ですが格闘技経験はないみたいです、坂本選手は日頃からトレーニングしており、年齢的にも香川選手より若いので後半のスタミナに差が出ると思いますと、平本蓮選手それを引用リツイートして、坂本は読売のチマエフって言われてるからね、サイドバックのポジションからしっかり KA 確定しそうと、はい、KA と前から何当たり前にあったみたいに当然のように略してんのとね、ケツ P のことですね、P 穴のことですねみたいなのもありまして、でその後一旦ですね、深みの感じる喫茶店で取る朝食の時間は他の何にも変えられない幸福感がある、中学生の時から一人で長居する喫茶店好きなんだよねと、ブレイクを挟み1日経ちまして再会、昨日のネタついでガチ切れしてる巨人ファン何人かいてビビった、そんなあなたにこれからツイッターを見るときは一旦深呼吸をすることをおすすめしますとしまして、さらにそこで自分でコメントでこのようにつけております、次の試合ほぼ決まったけどお楽しみにと。はい、これは今日珍しく夜7時からライジン39の記者会見ありますが、ここで発表されるのかそれともその次なのか、でも牛久潤太郎選手ライジン38キッズ教室を9月25日にやりますが、それで呼ばれてそのまま埼玉スーパーアリーナでクレベル小池選手と登壇し一盛り上がりというのをすでに計画しているのかライジン側、それと昨日ですねコメント欄に今回前夜祭に出るメンバー豪華、須田亮剛選手、ブラックパンサーベイノア選手、武田浩二選手、タイガ選手に梅野源氏選手、金原正則選手、佐々木うるか選手、井上直樹選手と、あとまだ発表はされてませんが堀江義則選手にもオファーがいっていると、でこれが次大会出場するメンバーなんじゃないのというね、そのようなコメントがありましたが、さあどうなんでしょうか。でも3日前ぐらいかな、10時半から井上直樹選手インスタライブやってくれて、試合全然決まってない、今年中にできたらいいなとは言っておりましたけどね。ちなみに平本蓮選手、怪我はもういいのと聞かれ、謎の回復力と斉藤豊選手オマージュで返しておりまして、それと長谷川健選手が先ほどの平本蓮選手のプロ野球ファンにとつられたという投稿を引用リツイートして、笠原バカにしたら野球ファンから野球は人口多いから敵に回すと恐ろしいよって脅されたの思い出した笑いと投稿しておりまして、私も久々思い出しました。どっかに私が出したまとめあると思います。なんか長谷川健選手と試合やるとかあの年言ってましたが自然と立ち消えましたね。野球賭博で巨人をクビになり、今回の坂本勇人選手の件でも完全擁護していて、子供を下ろすことはみんなが通る道と言っている笠原翔輝さんに対してですね。で私野球も好きなんで一応まあどっちも分かってるとは言いませんが、私は個人的に思うといった感じで言わせていただきますと、どっちが悪いとは言わないですけど、あの格闘ファンの方が多分温かいかなというふうに思っております。はい、これからもよろしくお願いします。野球やっぱ数が多いから。続きましてこちらは八千雄介選手の YouTube、 タイトルはライジン38参戦ならず、話がごちゃついているので簡単にご報告というもので、決まりかけていたマッチメイクが寸前で消えてしまい、いろいろな憶測を呼んでしまった件についてというやつですね。まず八千選手、俺は怒ってんだ、不満も溜まっててと始まりまして、経緯は7月31日のライジンに体調が良くなかったので出れなかったので、次あたりには出たいですとライジン側と交渉していて、外国人選手でお願いしますと要望も出していて、でもなかなか決まらず、でそれから少し経って8月26日ぐらいにビザの関係で今回は呼ぶのも難しいし、八千選手が今日本人と戦うのも違うと思うので、
9月はなさそうですと言われて、ああそうですかと一度諦めたが、3日後ぐらいにこの日本人選手とどうですかと言われ、一度気持ちを切っていたのでマジかと思い、で八千選手的には強いし2連敗の俺には復帰戦としてメリットのない相手と思って悩んでいたが、でも試合がしたかったので練習していた技も試したかったので、その返事を2日後ぐらいにして、これは盛り上がるカードだなと思ったので花も添えられると思い、明日ぐらいには連絡入れますとライジンには言われて待っていたら、何日か連絡来ず、その選手とそのチームの契約の問題で難航してます。でも選手本人は出たいと言っていて、でも本人が出たいと言ってるわけなんで、どう転んでも実現すると思いますと言われ、ああそうですかと待っていたが連絡来ず、この間の記者会見の2日前に連絡があり決定したと言われ、ウキウキして待っていたら、その翌日、つまり記者会見の前日に、明日の記者会見ではやっぱり発表できなくなりました、チームとの契約のことがまだクリアになっていないところがありと言われ、でも大丈夫です、試合は行われるんでと言われ、それを信じて対策もしっかりやってきたが、この間キャンセルの連絡が来て流れてしまいました。でも契約のことだからしょうがない、なんとも言えないが、チーム側とライジンと認識がずれていたんだと思う。そこで、ああ、拓よ、といったようなツイートをしたところ、ある選手が絡んできて、試合できますよと言ってきて、俺的にも美味しい相手だと思い、トップ選手だし、いつか戦う相手だと思ったので、ツイッターでは返さず、すぐライジンに連絡入れて、ライジンはその選手が所属している団体に連絡を入れてくれたが、試合できませんと結局言われました。これグラント・ボグダノフ選手じゃないかと名前出てきましたけど、最初の方の外国人選手とできなかった代わりのところで、その後がアキラ選手なのかトップ選手と言ってましたからね、まあ憶測のところではね。で八千選手、大人なんだから煽るんならある程度環境を整えてからやってほしい、でもライジンも選手も悪くない、格闘技はビジネスだからそこはちゃんとやってもらってと。そして今回戦わなかったら基本外国人選手と戦いたいので、その選手たちとはしばらくないと思います、名もなき強い外国人ファイターとか本当はメリットないんですが、そこは自分のテーマなのでそこはやっていきたいと思ってますとのことで終了しました。続きましてこちら、昨日一昨日かな、夜1時とか2時から始まった堀江義典選手の自宅からのインスタライブの模様で、私もさすがにうとうとだったので気になったところのみちょっとだけ。まずアメリカにめっちゃ練習に行きたい、そういった計画はある、餃子耳は別に嫌じゃない、拳はもうすぐ完治で、この辺までご機嫌良かったんですが、堀江義典選手の所属はどこですか、トライフォースですかには、答えん、自分で調べろと雲行きが怪しくなってきまして、復帰戦萩原恭平選手はどうですかに、ふざけんなよこの野郎、なめんなよこの野郎とやっぱり今日も切れておりました。でもそこには格の違いを感じているようです。あとスーパーライジンにファンは呆れてますというコメントに対しては、お前ら本当にファンなのか、格オタのクソみたいなやつだろ、じゃあ離れろって話、お前らみたいなやつ本当に離れろ、本当のファンっていうのはそれでも愛すもの、団体に関してもそう、見返りばっか求めんなって話、好きなら見ろ、嫌いならみんな、世の中バカばっかたいと、私の中ではもうタンク満タンになったんで、堀江選手の試合そろそろ見たいですね。続きましてこちらはヤーマン選手、今朝倉未来選手のトライフォースと長男亮さんのトライブ東京 MMA でお世話になっておりますが、今回はスーパーレジェンド五味隆典選手のラスカルジムで稽古をつけてもらうという贅沢な企画で、しかしながら五味隆典選手のところに今まで数々の選手たちが技を教えてくださいと言って駆け込んでも、五味隆典選手はその前にまず基礎だろと、 YouTube の撮影でも何でも派手さはなくてもきつい鍛錬をみっちりやらすといったものがこれまでの慣例で、で当然この日も同じようにヤーマン選手洗礼を浴びまして、でヤーマン選手はみっちり稽古をつけてもらいまして、クタクタになりながら練習後、しかしここであることに気づいたようで、これまでは技を覚えてうまく戦おうという意識がありましたが、ボコボコにやられても
何が何でも上を取るという練習が必要だと思いました。下手にうまくやろうと思うのはやめて、がむしゃらにこれからは一本噛みついてでも取るということの大切さに気づかせていただきましたので、練習の仕方も変えようと思いました。ありがとうございますと、五味隆典選手も、そうだよ、とにかく勝たなきゃいけないんだからと。でもヤーマン選手がペラペラ喋るので、なんか眠くなってきちゃったなと言って、五味隆典選手らしく終了しましたが、多分まだやり始めた人がリングで戦おうとなった時、こっちの方がいいんですよね。で、ある程度基礎ができてきたら次は技術で、まずはシャニムに土台を作ると、漫画とかでよくある大切なことに気づいた特訓会みたいな感じで面白かったです。続きまして、こちら珍しい鉄腕浜チャンプアンチゼロ人説の浜崎彩香選手のインスタライブの模様になります。親友のアンバー選手と一緒に練習終わり、夜10時半ぐらいだったかな、やってくれておりました。しかも130人と結構見てる方も多かったように思います。まず自分の声は嫌い、前回の試合ですごく髪を切りすぎてしまったので前髪なかなかいい感じにならない、やっと伸びてきた、プロテインは味が無理なので飲んでいない、みんなに聞いたらパクシュー勝つっていう方が多かったよというコメントに対しては、何を頑張るぜ、25日みんな応援してね、アキラ選手に一言お願いしますには、おめでとう。アキラ選手は次の日にはもう仕事に行っていたらしいです。朝倉未来選手とメイザー選手の試合については、ボクシングでしょ、いやいやいや、まあ朝倉未来選手トリッキーで一発当ててほしい、楽しみな気持ちはあるけどと。で、アンバー選手、メイザー選手が日本に来た時、会場の控室にいたらメイザー軍団が通りますとなって、浜崎彩香選手はその時いなかったらしいんですが、ズンツクズンツク踊りながら歩いてきて、握手しに行ったらしてくれて、オーベイビーと言ってくれたそうです。おう、ベイビー女だから私と言って喜んでおりました。はい。iPhone X で古かったので新しいのを予約した。しばらくしたら届く。ジジとコウジは何要素なんだろうね。錦糸町にできる岡田亮選手のジム。楽しみすぎる。浜崎彩香選手、美人すぎるというコメントに対しては、へけ？浜崎彩香選手の飼ってるワンちゃんのキキが全身麻酔の影響で腎臓を悪くしてしまった。ガンは消えたが、4日に1回首根っこをつかんで私が点滴を打っている。針が痛そうでかわいそう。街であったらもちろん写真を撮る。そしてなんと前回の試合、何を血迷ったか坊主にしようとしていたらしいです、あのタイミングで。でもやめて結局あんな髪型になってしまったと。浜崎彩香選手、いきなり坊主になってきたら何事かと心配になりますね。うちの猫、今日去勢手術しましたには、じゃあ金玉がなくなっちゃったんですねとズバリ。試合前でもバイクは毎日乗る。10月18日、若狭よしえさんのプロレス見に行く。そして、偏食の犬もなぜか、チュールだけは食べる。なんでだろう、なんか入ってんのかなというところでもう夜の11時で終了しました。チュールはチュールチュールワンチュールってやつですね。浜崎彩香選手、こんなに毎日いるアンバ選手と、まだまだ楽しそうでしたね。はい、格闘家、いつも一緒にいるランキング作ると、金太郎選手と大志さん。浜崎彩香選手とアミバー選手は入りそうですね。あと誰かいたら教えてください。あ、渡辺香菜選手と上田隆夫さん？最近はそうでもないか。あ、そうだ。あと忘れないうちに、キム・スーチョル選手の雷神。2015年に出場した時の試合、VS マイケ・リニャーレス選手戦の試合映像ですね。雷神公式 YouTube に上がりましたので、見れますので、未見の方はチェック。そしてこちら、牛久潤太郎、ライジンフェザー級チャンピオン。ここのところ何をしてたんだと疑問に思ってた方も多いと思いますが、2ヶ月ぶりに YouTube 更新してくれました。ズバリ、練習しかしていなかったようです。なので、これといった話題がないと。でも逆にそれぐらい練習に集中できています。K クランとパオブドリームの合宿にも行っていましたと。そして9月25日、当日、牛久潤太郎選手は、ライジンの催す、キッズ格闘技教室での先生として指導することが先ほども言いましたが決まっておりますが、 K クラン名物きつい追い込みをそこで考えていますとおっしゃっておりました。はい。他に試合など決まったらまた報告しますとのこと。クレベル小池選手のペの字も出なかったですね。続きまして、こちらは白川陸人選手のもう5日1週間ぐらい前になるかなのインスタライブの模様になります。まず斉藤豊選手 VS 堀江義則選手、もしやったら試合予想してほしい。
堀江義則選手勝ち予想、 K1 やライズも見る、坂本隼人には似てないと。ああなるほど、これ坂本隼人選手の KA 確定の頃の話題の日にちということですね。それと悪意のある自分が出ている切り取り動画を見てマジでやめてほしいと思っていると。はい、これはやってる人たちが自粛していかないと、そのうち禁止令が出て自分たちの首を結局結果締めることにもなるんで、やめましょう。切り取るなら端から端までちゃんと切り取ってほしいとのこと。そして梅干しは1日2個までじゃないと塩分取りすぎになると言ってました。マジですかこれ、私完全アウトですね。小さい時から食いまくってて、友達に未だに小学校の頃、お前ん家で梅干し小梅ですけど28個食べたよなとか言われてますもん。はい、あよだれ出てきた、話してきたら。で怪我は年末までに間に合わない、大変やと。そして懸垂は20回できればいい。でですね、ケラモフ選手があまり日本人とやっていない時だったから賞賛ありと思っていたが、これからはバンバン日本人選手ともやっていくと思うので、もう旨味はなくなってしまったとおっしゃっておりました。はい、白川陸斗選手、何か決定的な弱点を見抜いての対戦要求、そして試合決定までだったようです。腰強い系のストライカーにケラモフ選手は苦手とは以前言っておりましたけどね。そして朝倉未来選手のセコンドにはつかない。そして糖質を抜いたケトン体ダイエットやったが合わなかったと。私もマジで合わなかったな、きついばっかで半年ぐらい無駄にしましたね。堀江義則選手 vs 金原正則選手はめちゃめちゃむずい。その日のコンディションによるが、堀江くんに分がありそうな気がする。そしてここで殴られ屋健二さんが見始めておりました。中村大輔選手に勝つ自信は、そうですね、さすがにあります。水抜きは 2,3 キロで抑えている。スケートをやったことがない。ひろや選手 VS 西谷大成選手は、ほんまにいい勝負といったところで終了でした。はい。この時、朝倉海選手もインスタライブやってて、そっちは韓国語でカラオケ歌ってて、大森くんが何度も、これ韓国人の彼女がいる可能性あるな、と何度も何度も言ってました。続いてのニュースです。こちらはアリザー・グレイテスト、モハメド・アリの孫。格闘技やっているのが2人いまして、兄弟で、弟のニコ・アリ・ウォルシュはボクシングですでにデビューしていて、今年の5月にも試合をしていて、ここまで5戦全勝の 4KO。 そして今回はお兄ちゃんのビアッジョ・アリ・ウォルシュ23歳の話なんですが、20歳過ぎまでアメフトをやっていて、 MMA を始めたのは20歳を半年過ぎたあたりから。そして今年6月3日にアマチュア MMA デビューし、しかしながら結果は2ラウンド1本負け。ここから這い上がるしかないと語り、その後もう一試合し、現在1勝1敗。で、昨日のニュースになるんですが、なんとその状態ながら、格闘界で唯一、レギュラーシーズン、プレーオフ、チャンピオンシップとリーグ戦制度を導入している PFL と契約したそうです。11月の大会の前座でデビューするとのこと。三浦孝太選手と同じ感じで、みんなで見守られながら育てていくというものですかね。でも親があそこまですごいと、まあ、絶対っていう言葉使っちゃいけないんですが、なかなか抜くの難しいんで、モチベーションの保ち方も難しいでしょうね。そう思うと森進一さんの息子さんとかすごいですね。そしてこちら、安保ルキア選手の YouTube 見てましたら、 YouTube メンバーのテル君とジョリーさんには普通のサラリーマンの3倍ほどのお賃金を渡しているとおっしゃっておりまして、あと自分で長いことを見てくれてる方はわかると思いますが、全く自分は人間性ができてなくて自然に炎上するやつなんですと言っておりました。はい、以上になります。ここからは。そしてこちらは、先日原宿駅で下車したものの、表参道側には怖くて降りれなかった関根シュレック秀樹選手。はい、なんかそう思うと不思議ですよね。あんなに毎日鍛錬してるのに、何もしてない私の方がその部分についてはメンタルが強いっていうね。あとドミネーターサトシ選手も薄毛気にしてるキャラでやっておりますが、あんなに体鍛えてても、まあ、それはダメなんだと思うと、なんか不思議な気もしますが。で、その関根シュレック秀樹選手、今年あと1試合、できればあと2試合 MMA やりたいと思いますとツイートしたところ、平本蓮選手のトレーナーやセコンドをしたことで、ここのところぐいぐい知名度も上がってきている赤澤幸典選手、じゃあ大晦日に昭和最強おじさん VS 平成最強おじさん対決やりましょと。関根選手それに対して、え、赤澤さん、
平成生まれだったの？昭和かと思ってた。赤澤選手、平成4年なんです。でももうおっさんなんで、あとスシローも好きなんで、真のプロレスラーならぬプロスシラー決定戦でもあります。関根選手、30歳、こっからですよ。赤澤さんの MMA もスシロー好きもいいですね。大晦日マジで呼んでくれないかな。赤澤選手、ライジン大晦日対戦カード、関根シュレック秀樹 VS 赤澤幸則、実現のほどよろしくお願いしますとツイートをしたところ、そこに秋山義弘選手登場しまして、このカードなかなか面白そうだなとコメント残しております。しかしその赤澤選手、同日ディープメガトン級といえばこの選手、過去関根シュレック秀樹選手を KO した酒井亮選手との対戦がディープ公式より発表されました。これは11月12日になりますね。その他にはそのまま読ませていただきますと、現雷神ディープ王者の牛久潤太郎をマットに沈めた中村大輔と、去年12月のタイトル戦であと一歩まで追い込んだ神田光也が激突。他には暫定王者となったコロが去年6月にスプリットの判定で敗れた石塚浩一相手にバンタム級のタイトルをかけた再戦が決定と、このような発表もなされておりました。そしてその酒井亮選手とここのところ練習を共にしている貴健信選手、入場曲変えようかなと言っていたのですが、昨日自身のインスタのストーリーで次から入場曲これでいきますとしまして、発表されたのがストリートウォークという方のタカボーという曲のようです。これ貴健信選手のタカボー、貴健信選手のために作られたものなのかな。ちょっと私曲とか全然わかんないんで、すいませんこの辺で。そしてその貴健信選手がお世話になっている高坂剛さん、その高坂剛さんが引退試合で戦った極真世界王者の上田美希夫選手、昨日試合したい以上笑いと投稿しております。試合見たいですね、もう一回。そして先日結婚発表した渡辺修斗選手と青野光選手、昨日結婚指輪ができたので取りに行ったと報告してくれております。しかもなんと写真が添付されておりまして、見てみるとペアルックでもあります。幸せそうで何よりですね。続きましてこちらは武尊選手の後を継いでトーナメントを制覇しチャンピオンとなったレオナ・ペタス選手、自身のインスタのストーリーでもう3日ぐらい前にはなってしまいますが Q&A コーナーやってくれております。今日の予定は高校の時の担任だった先生に会いに母校に行きます。まずはそのような付き合いがあるんですね。埼玉県入間市ですか。防衛戦が先か、結婚が先か。結婚の予定なんか全くないから、間違いなく防衛が先になりますね。チャンピオンになって変化はありましたか？何も変わらないですよ。試合前何考えていますか？早く家に帰ってのんびりしたいなと思ってます。危ぶうせぎりが、ローキック最強説は本当ですか？今回の1回戦で当たった選手ですね。ロー強かった笑い。セギリーロー強いの？試合中は痛くなかったけど、終わってからめちゃくちゃ痛くなった。会場でレオナ選手のことを呼び捨てで応援してた女性の方がいたんですけど、知り合いの方ですか？これ結構な人に言われるけど、全く知らないです。その人、熱狂的すぎます。かっこ笑いということです。これは太田忍選手も熱狂的に、お前ここでやんなかったらいつやるんだとか応援してくれる人がいるらしいんですが、毎回知り合いじゃないとおっしゃっていましたね。そして武田浩司選手も自身のインスタのストーリーで3個だけとしまして Q&A やってくれております。まず努力を継続する方法は何ですか？周りの支えがあるから今やりたいことができている、感謝を忘れずにって俺は考えてるな。いいこと言いますね。そして何か一言くださいには、女の嘘は許すのが男だと。ああ、なるほど。このジャンルについてはちょっと考えたことなかったんで、一回持って帰らせていただいて、熟考させていただきます。そして、人生のモットーは、自分の好きなようにやる、とのことです。ありがたい。お言葉、ありがとうございます。そして、こちら、平田樹選手の自身のインスタのストーリーなんですが、私、駄菓子とかで一番好きなのがいつも言ってるんですが、甘酸っぱいもので、特に蜜あんずとか、すももとか、ああいったものが好きで、梅干しとか。そしたらですね、平田樹選手も一番好きとしまして、商品のパッケージの写真をアップしてくれてるんですが、それが梅トラハニーというもので、まあ梅干しですね。あとはですね、すもも漬けですね、パックに入って、おつゆが入ってるやつ。
ストローでプチッと穴を開けて吸って飲むやつですね。で、あれも好きですし、あと酸っぱいマンの画像とともに優勝と書いておりまして、平田いつき選手と趣味全く同じでした。私も昔北千住に住んでましたので、足立区つながりということで。あと川村夏樹さん、今リアルタイムでインスタライブやってくれているんですが、もうライジンガールには戻りません、やりませんとおっしゃっておりました。これだけです。そして本日ラスト、高田信彦キャプテンが、誰かに向かってか分かりませんが、謎の生物に向かってか分かりませんが、何やら暗号のようなものを発しております。気持ちいいが免許やると寒くなる、免許免許と、そろそろ宇宙人か何かが攻めてくるんでしょうか。これを合図に。はい、というわけで本日は以上となります。今日は明日朝早くて、今前日に撮っててもう夜遅いので寝ます。また聞いてね。ポーポーポポポー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 。